皆さんこんばんは、中川大志です。つい先日発表になりまして、つい先日まで皆さん側にいたんですけども、僕も今日このメンバーとこうして舞台挨拶に立たせていただいて、うわぁ出るんだなと、はい、改めて思っております。ものすごい反響をいただいて、改めてこのコイトというキャラクター、皆さんにどれだけ愛されているかを実感しまして、ドキドキしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コイトと目が合いました今。なんかあ、コイトだ、そうだ、はい、そうなんです。何話で出てくるかはまだ言えないんですけど。そうですね。でもね、発表がこれだけこうね遅かったという、なんかなんていうんですか、それだけ期待の、はい、満を持してすごい魅力的な恋と勝利だったんで、すごい撮影楽しかったです。戦ってるんですか？ちょっと言えない。あ、戦っ、ちょっと映像出てたね。ちょっと出てた。ちょっとです。ちょっと出てました、ね。ちょっとです、ね。予告で。戦ってましたよね。はい、おっかなびっくりすぎないですか、ちょっと。いや大丈夫、本当に大丈夫です。もうちょっと聞きましょうか、じゃあせっかくだから。恋、はい、と戦ったシーンとかってこうだったとかって。恋と戦ったシーンが。恋と、はい。どうだったかですか。はい、撮影とかで。まあでも大使と共演するのも、もう本当にかなり久々、かなり久しぶりだったので、なんかすごい嬉しかったですし、そうですね、大使の小糸翔尉が出てきてドラマの成功を確信したってみんなが言ってました。スタッフさんが、はい、お拍手が嬉しい。手強かったですか、小糸。手強かったです。中川さんも手強かったですか、やっぱり。いやでも本当にすごい10代の頃から知っていて、久々に現場で一緒になったんで、山本君も玉木さんもそうですけど、ちょっと照れくさかったですね現場入ると。でももう本当僕は後から合流させていただいたんで、ドキドキしてました。はい、ありがとうございます。演じるにあたって、その心がけたこと、苦労したこと、どんなことだったんですか？やっぱり、まあ、まずビジュアルの部分から本当にすごく一つ一つ打ち合わせしながら作り込んでいったところもあって、まあまず眉毛ですかね。はい、眉毛やっぱ特徴的なので眉毛はこだわりましたね。あれやっぱりした瞬間にカチンとスイッチ入るんですか、やっぱり。いや、自分でも眉毛を初めてつけた時に鏡見て小糸じゃんと思って、ちょっと自画自賛なんですけど小糸だよ本当に。でも眉毛には感謝してます、本当に。スイッチを入れてくれるというか、はい。大丈夫ですね。あと小糸って、はい、とにかく、パワフルでね、あと、めちゃくちゃ早口の薩摩弁があったり、結構難しいんじゃないかと思うんですけど。そうですね、はい、薩摩弁、そして、特殊な次元流という、薩摩の、型で戦うんですけども、そういった部分も、かなり大事に演じました、ね。はい、さっきまで、ね、ちょっと前まではお客様の側にいたんだよとおっしゃってましたが、このゴールデンカムイの現場いかがだったんですか？いや、なんか初日に、本当に初日ケントと山本君と同じシーンだったのかな。なんか結構離れたカットだったんですよね。で、僕がこう遠くから来るっていうのを、なんか50メートルぐらい先で2人がなんかずっと笑ってて僕一生懸命やってるんですけど、で初日ですごい緊張もしてたんですけど、ずっとなんか笑ってて、なんかなんでだろうなと思って、ちょっとやりづらかったですね一応山崎さん、なんで笑っちゃったんですか、これ。大使が好きなんですよね、多分好きだから、多分走ってくるだけでなんかもう面白くよくて、はい、愛おしくなっちゃってみたいな。そうですね、もう肩ぶん回していきましたんで、僕は。久々にもう本当10年近くぶりぐらいにご一緒して、うん、はい、そしたらもうずっと笑われてました山本さんもやっぱ愛おしいからつい笑っちゃったみたいな。いや、実際縦に眉毛生えてる人縦に眉毛生えてるだけでもまあまあおもろいのに、本当ですか？全力で走ってくるのは結構見たことない絵面で耐えられなかったですね。はい、走り方もぜひ注目していただけたら、はい。
ちょっと見えづらいです。本当にずらーっと並んでおります。ここから見えてない。まだいただきます。どうでしょうか。もうちょっといただきますよ。はい、明るすぎて見えてない。大丈夫です。